きげんよう。ごきげんよう。今日はソシオニクス IEE MBTI16 タイプの性格でいうと、はい、ENFP の紹介をさせていただきます。はいはい。でこちらあのソシオニクスの紹介をさせていただくときは、うん、いざよいブログ、はい、めまいさんですね。めまいさんの許可を得て紹介させていただいております。はい、はい、ソシオニクスは面白いです。はい、面白いです。あのあ僕はこうやって、うん、こうやって動いてるんだねっていう感覚はあります、うん、はい、感情の感覚の人間なので、はい、ああそうやって動いてるんだねって言われるとなんか、うん、まるでその動きが僕であるかのように、うんうんうん、エニアグラムで言うとその動きは君ではないになるんですけど、はいはい、それは本当の君かって、うんうんうん、まあまあタイプ論の時はね、うん、タイプの話をしましょうと。まあでもそれも手放しましょうってのがエニアグラムじゃないですか。そうですね、うん、はい、うん、だしこのおそらく全てのタイプもこのタイプの傾向があるが、はい、それはただの傾向であって、うんうんうん、常にその傾向で動いてるかっていうとそれがあなた自身ではない。そうですよね、うん、もちろん違う動きをすることもあるでしょうし、うんうん、するからといってあなたでもないだし、うん、どっちもあなただですもんね。どっちもあなただ、はい、あだからするからあなたというわけではない。あそうですね、うん、はい、でこの辺が僕はとても面白いと思うんですけど、うん、はい、このタイプじゃなきゃいけないみたいなのはないとは思ってるんですけど、うん、このタイプだもないと思う。あそうですね、うん、はい、でちなみに、IEE というのは、うん、相談役は驚きの洞察力、うん、付き合い上手、うん、ひらめきの天才という特徴があるソシオタイプの一つですと、うん、MBTI のタイプ ENFP とおおよそ対応するタイプ、うん、まあ諸説ある、うん、というところで I は直感、はい、E はエシカル倫理、ごめんなさい、直感エシカルなどで倫理でエクストラバート、はい、外交ですと、うんうん、IEE の基本的な性格としては、はい、驚きの洞察力、うん、付き合い上手、うん、ひらめきの天才、うん、無敵じゃないです か毎回この時に僕無敵じゃんって思うんですけど、それどのタイプでも多分そうですよ。そうですね、うん、で特徴があるタイプで人の動機や才能を見抜き、うん、相談に乗ったり褒めたりできますと、うん、IEE は洞察力に富んでいます、うん、他の人の動機には敏感、うん、有能で風変わりな性格の人に惹かれる、うん、人を励ましたり希望を与えたりする、苦しい人生から抜け出す道を教えてあげられますと、はい、なるほど。また良い関係を保つのも得意ですと、うん、人の苦しみに同情して、うん、親切温かみを示し、うん、相手の感情をうまく引き出そうとしますと、うん、IEE は利他的です、うん、同情を覚えた人々には、うん、期待されている以上のことをしてあげることができます、うん、明るく優しくコミュニケーションを取る、うん、IEE はその正直さと温かさによって信頼を獲得しますと、はい、なんかここまで読むとね、うん、大丈夫かいと何がですか、自分のニーズに応えてるかいうんうん、うん、また人は、うん、いい人間ばっかりじゃないぜ、うん、なんか人を操って、うん、自分の得になるようなことをするようなやつもいるぜって、うん、僕は心配になっちゃったりするんですけど、はい、大きなお世話ですかね分かってんじゃないですか、分かった上で、分かった上で、うーん、なるほど。だからあの同情した人に対してはですよ、あこっちの訴訟はそうですね、はい、なるほど、うん、でそんな創造的な IEE ですが、うん、ちょっと気まぐれなところもありますと、うん、感情のままに動くため、うん、やるべきことをほったらかしたり、うん、ルールを破ったりすることも多く、うん、厄介がられることもあるかもしれません、うんうんうん、なのでこの動画の前のライブでは、うんうん、MBTI でいうところの ENFP、うん、諸説あるとは言うがこの IEE とおよそ対応するタイプの紹介をさせていただいた、まあ、似てるっていうかやっぱり同じような話でしたね、うん、
どちらかというと性善説を堅くなに信じまあでもそこはそういう説明じゃなかったですよね。そこはソシオは違いましたね、うんうん、はい、ただどちらかというとその人のニーズだなと僕は思ったんですね、うんうん、僕はまあ好きな人にはとことん尽くす人、あーなるほどって受け取りました。要は利他的、利他的で、まあ、この人だから好き嫌いははっきりしてそうだな、あーなるほどね、うんうん、だから嫌いな人にまで全部でもなさそうな、じゃあ好きな人にはとことん、なるほど、うん、っていう、じゃあこの辺の動きを見ていきましょう、はい、はい、というところで、うん、ここではあの IEE のモデル A8 個の機能をどうやってこの深層心理で使っているかというのをソシオニクスでは紹介されているんですけど、うん、第1の機能は主導する機能といいまして、リーディングファンクションですと、はい、中心となる機能で自分でも自信があるので、うんうん、まあ、あなたのリーダーの役割と考えればいいでしょうと、はい、葛藤がある場合に最終決定を下すのがこのリーダーですと、うん、なんでこの欠けては困るので危険が起きたときは優先的に守られる、うん、どんな場面でも柔軟に適応できる一方で、うん、一貫性もあってブレることがない機能、うんうん、で IEE はその主導する機能は NE ですね、うん、でここ主導する機能 NE の人は他者の知的好奇心を刺激したり何かをさせるために他者の好奇心を利用したりすることに長けてます、うん、知識や技術、人間に関わる異なる状況、うん、領域において容易に類似性を見出します、うん、そして異なる知識同士、うん、異なる社会的集団同士をつなぎ合わせ、うんうん、同時にたくさんの事柄に関われるようになることを好みます、うん、違った視点からいろいろ考えてみて、うん、それが一致するのかどうか確かめることを楽しいと思います、はい、新しいプロジェクトに関わったり、うん、新しい技術を習得したり、うん、初めて会う人たちや新しい関係性を経験したりするなど、うんうん、大体どんなことであっても最初の段階を楽しみます、うん、最初の段階を楽しみます、楽しみます、最初は楽しいんでしょうね、はい、新しい試みに向けて準備をして開始することは、うん、誰かがすでにやっていることを経験したり、うん、誰かが始めたことを仕上げたりする過程よりも断然価値があると考えています、うんうんうん、仕上げという単語は、うん、このタイプの人には似つかわしくありませんと、うん、ある事柄についてもはや手に負えない、うん、あるいは自分があまりにもそれを放置しすぎていると気づいた時には、うん、細々した問題を全て片付けようと気を配るのではなく中断する傾向がありますと、うん、さっきの動画でも取り上げたんですけど、はいはい、やっぱりなんかこういうのは苦手なんですね、うん、苦手、うん、なければならない現実に即して、うん、やらなければちょっと嫌いな、うん、やらなければならないこと、うんうん、おー、まあコツコツやるのが苦手とか自分が始めて、うん、長くやってそれを仕上げる、うん、仕上げ仕上げ、はい、それが難しいことだと思ってるまさっきの話だけどなるほど、うん、まあ確かに、うん、まあ、ビールも一杯目が美味しいですが一口が、うん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 、なんて言うんでしょうその辺なんですかね初めての全部がビールみたいな感じごめんなさいなんか、うん、新しい経験とか新しい経験とかが、まあ、一番こう楽しいって思ってるみたいなところですよね、はいはい、でまたそれが得意なんでしょうね、うん、新しいことを思いついてあこれとこれって結びつけられるじゃん、うん、やってみようよ、うん、でやっていくうちに作業になるじゃないですか初めは楽しい、うん、どんなものでもこう作業になっていくじゃないですかまたこの人はそれが得意思いついてあできるとか、うんうん、これだっていうのが得意と、うん、得意で好きだ好きはいまあ、それに価値があると思ってる、まあ、体調言わせるとそうなりますねあさっきもそんな感じじゃなかったでしたっけこちらでもまあそうですね、うん、仕上げっていう単語は似つかわしくない似つかわしくないしそのそれ最初の段階を楽しむ、うんはい、そこに価値があると思ってるアイディアとかに価値があると思ってはい、はい、というところですね、はい、聞いてると MBTI の ENFJ に近い気がするあなるほど、うん、